皆さんおはようございます。昨夜の、YouTube 大規模な、通信障害が不具合が発生しておりました。はい、改めて深く謝罪を申し上げたいと思います。二重投稿してしまったところもありましたので、それは削除しており、元に戻しました。はい、確かに、アップロードしたかったけども、まさかの不具合だとは私も全く知りませんでした。こんな経験は一度もないです。はい、まあ、なんて言ったらいいでしょう。 YouTube 側にも通信障害というかシステム障害に問題があったかと思います。はい、だいぶかかり待ちましたけども、やはり、おかしいみたいでございます。はい、まあニュースにもありましたが、世界的通信障害まだ復旧はしたものの、まだ収まってないところもございますので、今後とも YouTube のほどその他諸々よろしくお願いします。改めてお詫びでした。